どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、JAL マイレージの、ポイント交換ルートですね、こちらをまとめていくのと、まあ、それに、付随してね、今やっているキャンペーンをね、解説していきたいと思います。まずね、JAL マイレージっていうのは、まあ、基本的にねクレジットカードのポイント、まあ、ポイントサイトのポイントもそうなんですけども、まあ、基本的に、50% が、交換率っていう感じなんですよね。ですんで、まあ、1万円分のポイントがあったら、大体5000マイルになるっていうのがね、普通っていう感じなんですよね。まあ、それ以上超えてくるって言えばね、かなりいい交換率っていう感じなんですよね。まずね、クレジットカードのね、ポイント、ちょっとね、簡単にまとめさせていただいたんですけども、まあ、エポスカードから JCB、イオンカード、セゾンカード、オリューカード、D カードっていう感じで、まあ、こんな感じでね、大体、まあ、現金換算にして、まあ、半分になるっていうのがね、この JAL マイレージの、基本っていう感じなんですよね。まあ、皆さんね、持たれているクレジットカードでね、もしね、この表にあったらですね、この期間に JAL マイレージ、貯めてみてはいかがでしょうか。次にですね、ポイントサイトからの JAL マイレージの移行ですね。まあ、こちらね、ANA マイルに比べればね、そこまで複雑ではないと思うんですけども、パッと見た感じで、まあ、そこまで単純ではないですよね。まあ、一番左上にね、ポイントサイトまとめてありますけども、ハピタス、チョビリッチ、ポイントインカム、ライフエメディア、ゲットマネー、その下に EC ナビがあるっていう感じですね。まあ、私がね、お勧めしているポイントサイトはまあこんな感じなんですけども、チョビリッチ、一番右上だけね、ちょっとブルーで囲っておりますよね。まあ、こちらチョビリッチだけですね、このポイントサイトから、JAL のマイレージにね、直接交換しても、50% で交換できるんですよね。私の知る限りね、チョビリッチだけだと思うんですけども、これね、直接交換ね、できるんですけども、まあ、それ以外のポイントサイトは、まあ、ドットマネー通すようにね、矢印引いておりますよね。これね、チョビリッチは直接交換できるんですけども、チョビリッチもドットマネー経由してね、交換した方がいいです。まあ、っていうのも、今ね、こちら、ポイントサイトからドットマネーまで、ね、100% の矢印引いておりますけども、ちょこちょこですね、ポイントサイトからドットマネーの交換で、まあ、ポイント増量みたいな感じでね、まあ、すごいパーセンテージ上がるわけではないんですけども、まあ、1% だったり 2% だったりね、まあ、そういうビビたるもんなんですけども、そういうね、ボーナスポイントみたいなのがね、結構もらえたりすることが多いんですよね、このドットマネーを通すと。っていうのがあるんで、まあ、基本的にはね、ポイントサイトの5つはですね、ドットマネーを通して、JAL マイレージにね、交換するようにしてください。で、今ね、キャンペーンをやっていて、本来ね、このドットマネーから JAL マイルに直接交換して、本来 50% っていう感じなんですけども、今ね、これ矢印ポンタに引いておりますよね。まあこれね、3月1日から始まったキャンペーンで、ポイントサイトのポンタから、JAL のマイレージに交換すると、まあ本来、50% なんですよね、ポンタからも JAL マイルって。なんですけども、これがね、60% に増量キャンペーン今やってるんですよね。この後ね、詳しく解説していくんですけども、まあ、ひとまず、3月の間は、ポイントサイトから、JAL マイレージにする場合は、上記の5つですね、する場合は、まあ、とりあえずポンタに集めるってことだけね、まあ覚えておいていただけたらなと思います。ですんで、先ほど言ったね、増量キャンペーンもね、まあ、ビビたるものですけども、あるかもしんないんで、まあ、とりあえず、左上の5つはね、ドットマネーを経由してポンタに交換して、JAL マイレージに交換するっていうのはね、結構おすすめとなっております。まあ、これでね、60% っていう風になってますね。で、次にね、一番下にポイントサイトね、EC ナビだけ別枠でくくってありますよね。EC ナビはね、ドットマネーにまだね、ポイント交換が開通してないので、本来は PEX 経由しての D ポイント。で、それで、JAL マイルっていう流れでいくと、まあ 50% でね、交換できるんですけども、こちらもね、後で、詳しく解説するんですけども、EC ナビもね、現時点で3月いっぱい、まだね、延長とかね、そういう話は出てないんですけども、今現時点3月31日まで 71.4% の交換率で、EC ナビから JAL マイレージにね、交換できるキャンペーンをやってるんですよね。まあ、これも、ありますんで、ぜひね、頭入れといていただけたらなと思います。
それではですね、キャンペーンの方を、詳しくね、解説していきたいと思うんですけども、まずね、ポンタのキャンペーンですね、ポンタのポイントから、JAL マイレージ交換すると、20% 増量キャンペーンですね。で、こちら3月1日から3月31日までのね、キャンペーンとなっておりまして、対象はですね、JAL マイレージバンク×ポンタ会員ということで、まあ、こちらね、もし会員登録されてないという方はですね、概要欄に URL 貼っときますので、まあ、そちらからね、こちらの会員に、ね、なるようにしてくださいね。プラス、JAL マイレージバンク ローソンポンタカード、ビザ保有の日本地域の方ということで、まあ、こちらの方がまあ対象っていう感じなんですよね。まあ、こちら、仮にね、1000ポイントを JAL マイルに交換した場合、まあ、本来、まあ、50マイルなところが60マイルになるっていうことなんですよね。付与されるマイレージ時期なんですけども、まあ、4月末に付与されて、まあ、通常のマイルは普通のタイミングで、付与されるんですけども、このボーナス分の 20% は4月末にね、付与されるっていう感じなんで、まあ、それもね、合わせて、覚えておいていただけたらなと思います。最後にですね、次 EC ナビの増量キャンペーンですね。こちらは、ポイントサイト EC ナビから、JAL マイレージに、PEX を経由して、交換することによって 71.4% っていうね、交換率を誇るんですよね。まあこれは実質っていう感じになってるんですけども、まあこれすごいキャンペーンですよね。ですけども、これね、一応今3月、1日でまだね、これ今月いっぱいで終わるキャンペーンなのか、まあ今後ね続いていくキャンペーンなのかがちょっとわからないんですよね。ですので、これから解説していくんですけども、今からね狙っていくっていうのはちょっとね厳しいかなっていう感じなんですよ。全然 EC ナビを使ってませんっていう方はですね、ちょっと今から参戦するのはちょっと厳しいキャンペーンになりますんで、ガンガンね EC ナビ使ってますっていう方はね、ぜひ積極的に狙っていただけたらなと思います。まずね、キャンペーンエントリーが必須っていう感じになってますので、まずエントリーいたしましょう。その次にですね、EC ナビのねサービスを利用っていう感じで、7万ポイントを利用して 10%、 10万ポイントを利用して 20%、 13万ポイントを利用して 30% 還元っていう感じで、まあ、こちらね、EC ナビの方は10ポイント1円という感じなんで、まあ、7000ポイント分、1万円ポイント分、1万3000ポイント分という感じですね。まあ、こちらを利用して EC ナビから PEX を経由して JAL マイレージに交換すると、30% 返ってくるっていうことになりますんで、まあ、そうするとね実質 71.4% になるんですよね。まあ、こちらはまあ本当に、EC ナビをね利用した方が、まあどん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 お得になっていくっていうキャンペーンなんですよね。で、冒頭に言った通りですね、こちらは3月31日までのキャンペーンというふうに今なってるんで、これがね4月以降どうなるか分かんないんで、利用利益に乗れば、このキャンペーンには乗れるんですけども、このポイントサイトって、まあ、利用してからねポイントが付与されるまで、まあ、期間がかかるじゃないですか。で、クレジットカードとかだと、まあ、ほとんどのクレジットカードで、まあ、そんなすぐにポイント付与されないんですよね。ですので、ポイント付与を待って1ヶ月経ってしまったらですね、これ、キャンペーンにエントリーして EC ナビを利用したにもかかわらず、ポイントは交換できないみたいなね。そんな感じにもなり得ないんで、まあ、これから参戦するっていう方はね、ひとまず、ちょっと待ってね。もしかしたらこのポイントサイト EC ナビで、このキャンペーンがね延長されるかもしれないんでね、そればっかりはちょっとこれからね待ってみないと分かんない部分でもありますんで、ひとまずポイントサイト EC ナビをガンガン使っていて利用されてる方はですね、狙っていってみてはいかがですかっていう感じなんですよね。いかがだったでしょうか。今回は JAL マイレージのね、交換ルートまとめっていうのと、ポイントサイトからの、増量キャンペーンをね、まとめて紹介させていただきました。まあ個人的にはですね、まあ本来ね、50% しか、交換できない JAL マイルが、今ね、60% でポンタ、71.4% で EC ナビでね、利用できますんで、ぜひね、積極的に、狙っていただきたいなと思います。今回の動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。